突然このコールオブデューティーの世界に連れてこられて兵長のコスプレをさせられた名前も知らないおじさんって感じ。状況は全く理解してない目してるね。なんかこんにちは。コールオブデューティーヴァンガードは多分ね、僕の中で一番プレイしなかった作品だね。まあ、っていうのもそもそも手術と入院で発売日にそもそもできなくて、この作品は COG 史上日本海外ともに史上最悪と言われてるそのスレッジハンマーが一時スタジオが閉鎖になったんだよね。でそのブラックオプスが先に出たりとかいろいろあって、開発期間が2年ぐらいしかなかったと思う。この作品、あの方これじゃなくて、あ、いた兵長いた。じゃ兵長使っとこう。やっぱりこの T1000 と T800 のクオリティはほんとすごいな。これモダン2で使いたい。突然このコールオブデューティーの世界に連れてこられて兵長のコスプレをさせられた名前も知らないおじさんって感じ。状況は全く理解してない目してるね。なんか、あ、マッチングした。うわ、ヴァンガードやってる人がおる。え、このマップ知らない途中参加137ピンアメリカサーバーだね。このマップ知らないんだけど、初プレイマジで初プレイだ。あ、でもグラフィックはやっぱ綺麗だな。なんかほんと新鮮、なんか新しい COD やってるみたい新しい COD やってます今。このマップいいじゃん。ダブルキル。ここ?え、普通に楽しい。これリスポーン変えちゃおうぜ。ん?なんか近くいる。こっちか?こっちだな。オッケー?うまい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 。これ上だね。今右にいましたね。オッケー?繋がるね。指出す。このマップ普通に面白いんだけど、めちゃくちゃ。これワンちゃん出せた?上か。よし、オービタル出たのかなこれ。うまい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 これどうやって2階に登るんだ。初見マップですからね。うまいよ。オッケー。うわー、マジか。あ、終わっちゃった。これワンチャン核あったよF2000 ちょっと今すぐ使えないな。なんだこの武器。え、なんだこれ、なんだこれ。現代戦の武器、僕もそう思ってたんだけどレベル高え。2300?CODV コモリミンがおるんだけど。おお、つえつえつえジャンプじゃなくてスラキャンできるんだよな。スラキャンスラキャン。おい、強い。これ敵の空爆出てんね。で、そこいんの確認。ヒルタイムどうなんだこれ。あ、腰打ちも?普通にね、バグがなきゃ面白いな。バグなければ、なんか僕がやってた時、なんか画面がもうそもそも光で見えなくなるバグっていうのがあった気がするな。なんかあれみたいだね。この第二次大戦の世界観で近未来の武器ってあの、ウルフェンシュタインだっけ?あれ?ちょっと名前違ったかもしれないけど。リロードが。そこ来る。オッケー?来いよ。リロード、遅いよ。よし、オッケー。オッケー。まだいる。けど顔が見えない。あの距離もいけちゃう。よし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 。このままオービタルまで出すぞ。オッケー、オービタル出た。まだこっちいるね。
ほぼノーアタなんだけど。OK。よいしょ、OK。OK。あ、そうか、これ弾無限か。やば。うわー、回線が。アメリカ、どの COD もマッチングするからね。アメリカだったら COD1 でも2でもマッチングするからな。よし、現代銃や。モダン2でないのに。え、なんかサプついてるこれ。え、え、あの音って、え、ターミネーターの、え、ターミネーターのレーザー銃じゃん、この音。まだ、味方が持って、あ、これだ。MP40 やんこれ。ちょっと待って、知らない知らない。 MP40 からターミネーターの、あの レーザー銃の音がするんだけど。あれかな、未来から持ってきたのかな多分。チュ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 。あれ、なんか持ってるけど知らない。これターミネーターのスキンじゃない？これターミネーターの目みたいなのついてる。え、覗き込み遅っ。あ、ほらこれ。この後ターミネーターで聞いたやつ、これ未来の方で使ってるやつ、これ。あのクオリティすごいなこれ。トゥ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 。こんな音再現するんだったらもはや銃の形も完全にそれと一緒にしてほしかったな。いい線みたいなカラーリングだね。お、ほらほら、これ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 、このレート、このレート、これ知ってるやつ。ディ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 。来るな。あれ、ディ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 。 OK、 まだ弾あるね。中入り込んじゃうか。正面出てきてる。よし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 。どっから2階上がるんだろう。よし。OK。アドバンス UV。これ2階登ったな。こっちから。降りた。弾がない。OK。ターミネーター銃めちゃくちゃ強えやんこれ。めちゃくちゃ強いんだけど。え、これ登れないのこれ。あぶれ。どっから登るね。こっちか。よし。え、目の前に二人おったわ。ええー、湧くんかいこっち。ゴジラ銃ありました。そうだそうだ、ゴジラコラボで。すごい、ゴジラの尻尾切られちゃったみたいになってるこれ。ノーサックにすると。でもさ、これ一応ゴジラコラボなんだけど、ゴジラコラボバンドル全然ゴジラっぽくないな。いやーすごい、クオリティがね、クオリティすごいよこれ。音だけ OK。まあ、これモダン3のマップのドームだけどね。スレッチハンマーは昔のモダン3も開発担当してたからね、まあ、当時はバグがひどかった、バグと害悪武器がひどかったけど、今やるとまあ普通に面白い。世界観はぶっ壊れてるけど。